不良とか全然そのストリートじゃないやつでもラップできるぞっていうそのメッセージに俺は心打たれてやったんよみたいな。日本語ラップの入りが90年代のヒップホップとかあと2000年代初頭、なんかワンループで切り取ってすごいキャッチーなトラックを作ろうかなとは思ってますね。 1MC1DJ のヒップホップユニットクリーピーナッツ、主役じゃないまずはラップの世界の助演男優賞を目指す。そんな話題の2人を都内のスタジオでキャッチ、話に耳を傾けた。初めてやった俺のソロアルバムの時のワンマンのあの子、ほんまに全部が意味が、うん、その曲の威力を最大に引き出すためのなんか、うん、構成みたいなのがいいかもと。まあモテない自分やったりそのイケてない自分やったりっていうのをなんかそんなやつがめちゃめちゃかっこいいとされてるそのラッパーとかめちゃめちゃ有名なラッパーを一泡吹かせるっていう気持ちよさみたいなのに割と浸ってたというか、お前はダメやお前はクズやっていうことばっかり言うのがそれまでの俺のラップやったのが、俺はこう思ってるから俺は今負けられへんねんっていうことを言えるようになったっていうか、俺これに本気やねん、俺これに命がけやねんっていうのって恥ずかしいし俺も照れてたんですけど、そこを言えるようになったっていうのが多分そこがめちゃめちゃ転換期なんですよね俺の。クリーピーナッツ、昨年1月リリース、足りない2人がスマッシュヒットを記録。クリーピーナッツのキャッチーなセンスを持つトラックメーカー DJ 松永、地元新潟の師匠にスクラッチを学んだ。すごいビートルズ好きで聴いてて、なんか小学校の時に家族の影響で曲の雰囲気だったりメロディーのキャッチーさだったりみたいなのがすげえ俺が作りたいなと思ってるようなものとか俺が好みのようなものとかすごい合致して、なんか多分ここが俺のセンスの下地になってたりしたのかなっていうのを最近実感した時期はありましたね。これは弾きで作ったんですけど、まあ、ストリングスとかはで弾いて入れましたけど、あとドラムもですかね。自分の声を楽器として使ったり、あとサンプル用のネタとして使うことがあって、今のなんかあの男と声みたいなのを自分で取って入れたりとか、完全に自分のフィーリングを頼りにして作ってるんですよね。だから理論的なことじゃなくて、だからリスナーとして聞いた時にどう思うかで一発でみたいな、音楽的な展開をつけれたり、なんかものすごいあの突拍子もないところからサンプル持ってきたりとか、まあ、したりとか、あとまあ弾きでも作れる、でも出来上がってくる音の質感はやっぱちょっといなたいというか、そこがねものすごい俺のラップと多分親和性があるというか。 R指定と DJ 松永、友人の延長として4年前にユニットを結成。ブームとしてではなく作品としてのヒップホップ、大体ヒップホップだと片方がトラック作って、でトラックを作ったものをラッパーに投げて、でそれはラッパーが乗せてはい完成っていう50-50で作ることが多いんですけど、俺らの場合はもうゼロから積み上げてきてるから、0123456789みたいな感じでもう1単位ぐらいで2人でこうラリーが続いて組み合わせていく感じなんですよね。足りない2人のヒットから1年、最新ミニアルバム助演男優賞が完成。収められた全5曲、それは現在から未来へと続くストーリーにもなっている。なんせ緻密だし全てに意味があるし、俺の好みからするとすごいなんか結構完璧に近いんですよね。自分が思ってるようなことも歌詞にしてくれるし、自分が思ってたけど言葉にできなかったようなことも歌詞にしてくれるんで、うん。
ティス主役の小粋な計らいで見せ場コングレー君の分といただいたパスなら決めたいぜしかも決勝点スリーポイント田岡が見逃した不安要素ミッフィルナーミッダースターマイナースとプラスに変えるマスター当たり前のことを当たり前に言うかっこよさもあるんですけど当たり前のことをどう面白く伝えるかみたいなすごい意識してて同世代で考えると小難しいこと言ってるし一番理屈っぽいこと言ってると思うんですよ熟考して書いてる自信もあるというか曖昧さとかその両方あるか矛盾とかそれを面白いって感じるタイプなんでかっこいい面もあればかっこ悪い面もあるしみたいなそれを両方共存させたいしその、共存させれるんじゃないかなってすごい思うんですよ曲単位ではなく1枚通して聞きたい助演男優賞作品には密度の濃い言葉が連なっていますこのまま夜が明ければまた一つ終わりに近づくだろうテーマと曲調かなから考えてきましたね結構内積的なものだったり叙情的なものも作ろうっていう話をしつつまあもともとあったものなんですが自然に出てきたものではあったんですけどでまあ、トラックも自然とそういうものもできてきましたねどうなんですかねみたいなタイプやと思うんですよ成長の途中というか達観はまだできへんまだ大人にはなられへんしまだそこまで振り切られへんっていうまんまでこう成長していけたらなそんぐらいこう余白のある人間でありたいなと思うお前のせいで死に書きが増えたお前らが間違った広め方をしたせいだと先端吊るし上げ容赦ない罵声画面越しの持ち面が言う落ち目未来予想図未来予想図前の中開いたのと震える手を抑え書き殴る未来予想図想像の斜め上を行くようななんか裏切りみたいなところを入れてきたらいいなみたいな。それができたらいいですね。不完全な感じがをそのまま表現してしまうとか、それをまあ認めた上でこう始まる表現みたいなのを俺ら二人はずっとやってるんで、完璧すぎてこの神みたいな感じじゃなくて、うわえあやあかんだみたいな感じでお客さんが言ってくれて、うん、あるやめろみたいな感じでね、なんかこういうミスとかも全部こうなんかエンターテインメントに変えられるようなそういう風になれたらいい、いいよ、ね、楽しい。2人が生み出すその音楽その空気を体感してほしい。不完全でもいい、だからこそ可能性に満ちている。